皆さんこんにちは。こんにちは。ドクター河合の予防診療室へようこそ。この番組は河合内科クリニック院長河合雄一先生にお話を伺って、自分の体は自分で守る、未来には当たり前になっている病気を予防する考え方、未来の当たり前を今から始めてもらうために、さまざまな情報をシェアしている番組です。この番組のナビゲーターは MC タレントキャリアコンサルタントの福村民子です。よろしくお願いいたします。では河合先生、今日もよろしくお願いします。メディカルサプリメントのリーディングカンパニー MSS 株式会社 MSS の医療機関専用サプリメントは、20年にわたり医師を通じて患者の健康を支えてきました。栄養素と食事によるアプローチで体本来の力を引き出すオーソモレキュラー栄養療法 MSS は、栄養療法に取り組む医療機関をサポートすることで、これからも健康人口の増加に貢献していきます。栄養の力をもっと医療に、 MSS。はい、先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、今日はですね、自律神経というところですが、はい、どうですかね、自律神経失調症とか聞いたことあります、はい、聞いたことあります、うちの家族の話なんですけど、結構ちょっと調子が悪いって言って病院に行ったら、あの自律神経失調症ですね。ああね。でなんかまた行ったら、またそれも自律神経失調症ですね、はいはい、みたいな、ね、なんかそんなにいろいろあるんだみたいな、はい、そうなんですよね。今、ね、でもね、まあ我々的にはね、意外とね、ちょっとまあゴミ箱的と言ったらあれですけど、もういろんなことをそれでね、まあ、こう、まあ、表現してしまうというか、ね、なるほど、まあ、いろんなことが、まあ、入ってる、そうですね、内容としては入ってる、そういうね、まあ、まあ、診断名というかね、そういう形なんです、ね、だからこそ詳しいことよくわからないです、うん、そうですよね、はい、はい、じゃあ、で、まあ、そういうことでしたら、まあね、特にそういうね、その自律神経ということをですね、やっぱりまあもうちょっと知っていただくという意味はね、はい、やっぱりあるのかなと、はい、ぜひ教えてください、はい、思いますし、はい、はい、で、まあ、今日はそのあたりをですね、ちょっと話、一応ですね、あの2回シリーズでね、はい、まず今回ちょっと総論的な感じで、はい、まあ、行こうと思います。はい、はい、でまず自律神経というね、その言葉は、まあ、神経というね、言葉がついていると通り、はい、まあ、体のね、いろんなその神経系ね、それをまあ指してるわけですけど、はい、まあ例えばね、大脳とかね、それはまあ例えばいろんなことを考えたりとかね、はい、想像したりとかね、はい、いろんな判断をするわけですけど、はい、自律神経というのはですね、まあ結局何をしてるかということで言いますと、これね、実はめちゃくちゃ大事で、はい、例えば心臓が、ね、はい、鼓動してます、はい、拍動、はい、これやろうと思ってやってませんよね、勝手にやってる、勝手にやってくれてますで実は呼吸だって、はい、止めようと思って止めれるけども、実は勝手にやってますよね、うん、そうですね、自然にね、うん、自然にやってますよね、うん、それから我々って大体体温がね36度前後だったりとかね、これも勝手にそれをキープしてくれてますよね、うん、こういうですね、うん、生命の中こう基本的なプリミティブなところ、これ全部自律神経が自動的にやってくれてるんですよね、はい、なるほどなるほど、うん、自律神経がそれをやってくれてる、だからそう、なんていうかな、こう、まあ、自動的な、ほっといてもやってくれる、そういう非常に、まあ、ある意味ね、便利で、しかもこう生命維持にはもう不可欠な、はい、そういう神経系が自律神経なんですね、はい、なるほど、はい、でそれで全部いろんなことやってて、結局まあその、例えば世の中生きてたらね、外からのストレス、例えばまあ、温度が ね、はい、ね、今日は暑いね、今日は寒い、いろんなことがありますよね、はい、いろんなそういう外的な刺激とかストレスとか、そういったものがかかった時にやっぱりそこは調整をしないとダメなんですね、はい、そうかそうか、まあ、例えばもうシンプルに暑かったら汗をかくとか、そういう調整をね、これも全部自律神経がやってて、まあ、そういうね、その調整のことをですね、実はまあホメオスターシスというね、言い方をするんですけど、はい、聞いたことあります、はい、今日はちょっとまたそういうカタカナ系多いです、はい、カタカナ系頑張りますよ、はいはい、ホメオスターシス、はい、でホメオスターシスは、まあ、そういう生命を維持するための基本的なプロセス、ね、はいはい、なんですね、はい、でさっき言ったように、まあ、例えば酸素の体のレベルとか、それから、体温ね、そういったことを全部コントロールするし、あとはまあ実は体の中の栄養素のバランスですね、まあ、ミネラルのね、バランスとか、
そんなことも全部やってる、まあ、そういうのをホメオスターシスと言って、はい、これは人に備わってる大事な機能って言うんですけども、うん、これをまあ、なんていうかな、コントロールしてるのがその自律神経だということになるんですよね。うん、じゃ自律神経、うん、失調症っていう、まあ、要はそれ病気になるんだと思うんですけど、はいはいはい、それどういうものか。そうだから自律神経失調症というのは、うん、今そのね、いろんな自動的で、うん、自動的にやってるそういういろんなものが、うん、うまくいかなくなった。あ、はい、でまあまあ、もっと言えばそのさっきのホメオスターシスが、うん、まあ、乱れちゃったという、ね、乱れる、ね、いうことでいいと思うんですけど、うんうん、でまあ、ちょっとこう見てもらうと、例えばまあシンプルにその身体的なねことで言いますと、まあ頭痛とか耳鳴りとか動悸、動悸なんかまさしくね心臓ですよね、息切れ、倦怠感、不眠、ふらつき、胃痛、下痢、これで実はもう全部自律神経が絡んだ問題なんですよね。そう、これですよ、これ、うん、はい、そうね。でそれ以外にも精神症状として、はい、もちろんね、イライラとか不安とか、うん、まあね、落ち込み、集中力の低下なんかも実は自律神経の失調から来てしまうし、ね、うん、それからまあ、あとね、更年期障害とかね、はいはい、ありますよね、はい、でこういうものとかも、ある意味その仲間なんですけど、うん、まあ、こういったものはホルモンなんかが結構 ね、 そね、その悪さをしてその自律神経が乱れてしまう、うん、はいはい、というようなことにつながってる。なるほど。でまあ自律神経失調症ってね、どちらかというとそういう神経というかな、うん、そういうまあ例えば精神科的なね、うんうん、イメージもあると思うんですけど、はい、やっぱりそうなんです、神経症ね、いわゆるそのまあ、はい、なんていうんだろう、さまざまなその過敏な反応みたいなね、はいはい、そういった、まあ、こととか、まあそれからあとうつ、それから、はい、まあ心身症って言ってね、うん、それはまあ胃が痛いけれども胃には問題がないみたいなね、そういうことも心身症という言い方をしますけども、うん、まあ、そういうさまざまなその、まあ、精神科的な、ね、疾患にくくられるものも、うん、実はまあその自律神経失調症とも、ものすごくもつながって、ね、がある関係してる。なんかでもいろんなものがあるから、うん、本当原因どれ、はい、みたいな感じですね、うん、でね、うん、まあこういうその自律神経失調症の原因っていうのはまあ大きく3つで、やっぱりまあ当然ながら心理的なストレス、ね、これ当然ね、皆さん体験されてると思いますけども、それでまあ乱れますと、それからあとは身体的、肉体的ね、ストレス、これでもね当然起こります。例えば睡眠不足がまあね一番わかりやすいですよね、はい、それからまあ長時間労働、過労ですよね、いろんな過労なんかでもそういうことが起こるし、まあ、最近またね、いろいろこうテレビ見ててもね、常にこう異常気象なんていうね話題が出てきますけども、実はこの気候の変動とか、これもですね実は大きな要因になるんです。頭痛とかありますし、ありますよね、天気頭痛なんて言ってね、はい、今ありますから、そういうことも含めてこれはでも実は自律神経を介して起こってくる症状、なるほど、いうふうに言えるわけですね。そうか、うん、はい、でまあ、どうしてもね年齢的にね自律神経全体のパワーも落ちると言われてますから、はい、まあそういうね加齢っていうのも一つがね、はい、はい、どれも入ってくるって大変ね。あれ全部ちゃうのみたいな話になってくるんですけど、でまああともう一つ大きなところはまあやっぱりその不規則な生活というね、まあ、この不規則な生活っていうのはまあある意味その精神的なものじゃなくて身体的なストレスにまあ加えてもいいと思いますけども。まあ現代人やっぱりそれはですね非常に多いわけですね、朝昼逆転なんかっていうのがね、まさしくそういう、はい、それになってきますよね。だからそういう身体的、それから心理的、それから不規則な生活、まあそのあたりをまあ原因として失調症が起こってくると。なるほど。はい、でそういうことでまあ自律神経失調症じゃあどうするんだっていうね話が当然出てくるんですけども、でここでちょっとねお話をしておきたいことがありまして、はいはいはい、これまでの自律神経失調症といいますか、うん、自律神経そのものの考え方っていうのがね、はい、当然あったわけですね。これまで、でこれまでの考え方っていうのは何かというと、うん、自律神経には大きく2つあるんですね、うん、はい、交感神経っていうのと副交感神経っていう、はいはい、2つですね、はい、で、どっちが悪どっちが善っていうそういうことではなくて、うん、どっちもいるんですよ、どっちも必要なんですけど、うん、
交感神経っていうその方がどちらかというと、まあ前にもね一度お話したと思うんですけど、はい、あのストレスのところなんかでね、はいはい、あのそれがまあ興奮とか、うん、あのそれからまあ、よくその交感神経があの働く代表的な時、代表的なその瞬間というのはまあ強烈なストレスがかかった危機的な状況みたいなね、はいはい、うん、でそういう危機的な状況の時に、戦うか逃げるかっていうね、はい、そういう話になるわけですけど、はい、そういうのが、まあ、まさしく交感神経がバンと緊張する時なんですよね、うんうん、でそれに対して副交感神経っていうのはもう完全なリラックスとか、はいはい、休息とか、ね、そうですよね、うん、だから、まあ、どちらかというと体はそういう消化吸収モードに入ったりとか、はい、そういう、まあ、体をね回復させる、うんうん、そういうのが、まあ、副交感神経優位な、まあ、状態と、うん、その2つというふうにずっと言われて、はい、で確かにその2つである程度その、ね、説明はつくんですけれども、はい、ですね、ポージェスっていうですね、博士がですね、はい、その言い始めたんですけども、はい、実はその、副交感神経、うん、まあ、リラックスと言われている方ですね、はい、うん、こっちには2つあって、さらに、うん、そう、背側っていうのと腹側っていうのと、はい、ね、背中と、うん、そう、で、まあ、これポリベーガル理論、ポリベーガル理論、ポリベーガル、うん、はい、ポリっていうのは、まあ、たくさんという意味です、うん、でベーガルっていうのは、まあ、瞑想っていう意味なんですけども、まあ、瞑想神経っていうのは副交感神経と思ってもらっていいですね、うんうんうん、はい、副交感神経の代表的な神経なんですけど、はい、この、瞑想神経に背側瞑想神経、腹側瞑想神経2つあって、はい、でこの2つは、それぞれ全然ちょっと役割が違って、でということで大きく自律神経は副交感神経、興奮系ですね、はい、それに対して背側の瞑想神経と腹側の瞑想神経でこの3本みたいな感じで考えたらいろんなことが、うん、うまく説明ができますよというのがこのポリベーガル理論ということなんですよね。なるほど、うん、でまあ、例えばこの、今背側と、ね、出ましたけども、はいはい、この背側瞑想神経というのが、最近フリーズとかってわかりますね。フリーズ、はい、固まる、固まっちゃう、なんかあった時に、うん、フリーズ状態ね、はいはいはい、このフリーズ状態っていうのをですね、結構起こすのがこの背側瞑想神経の、はい、仕業なんですよね。で、ありますね、うんうんうん、で従来から言われてたその、リラックスとか休息とかね、うん、そういうものに関してはこの腹側瞑想神経というのはどちらかというとやっぱり、まあ、メインでやってて、うんうん、でこの腹側瞑想神経というのをある意味、うん、社会交流神経という、ね、言い方も、まあ、するようになって、そのポージェス先生はね言ってるんですけども、はい、そういう社会交流神経というのと、うん、一方フリーズを起こすような神経っていうのが実は あるんだと。フリーズの方があんまり良くないイメージですね。そうですよね、うんうん、ただこのフリーズっていうのも実は危機的な状況では、はい、まあ、分かりやすく言えばフリーズっていうのは死んだふりなんですよ。あ、なんかクマにあったら死んだふり、それそれそれ、そう、でもこれはどうしようもないぞとなった時には、はい、もうその方がいいというね判断になったりするわけですね。動物にもいますよね。そうですそうです、死んだふりしちゃう子ね。そう、ね、いろんな、なんか野種類というかな、ネズミ系でもね、はいはい、もう、うん、もう死んだふりしてしまうようなやつが結構有名なやつがいますよね。はい、そういうことなんですよ、はい、でもうちょっとこれ説明すると、はい、進化的にねちょっと説明できるんですね、はい、で進化的にっていうことで言うと、さっき そのフリーズを起こすようなその背側の方っていうのは、はいはい、これ結構進化的に古くて、まあ、結構爬虫類とかに見られるんですよね、はい、爬虫類なんかにあって、はい、でまあ、消化吸収系のね、機能なんかにもすごく、まあ、関与するんですけど、もう一つは今そのお話で出てきたそのフリーズ、フリーズを起こすという、ね、はい、時に、まあまあ、これがね働くわけですね、はいはい、でもう一つは腹側、はい、でこの腹側瞑想神経というのは、まあ、社会交流ということで、はいはい、進化的に新しくて哺乳類とかね、はい、うん、なんかね、まあ、特有な機能がいろいろね出てきてるわけですね。なのでこちらの方が、まあ、新しくて、うん、よりまあ人間的な、そうそうそう、人間的という言葉がいいと思います。そうです、なんですね、はい、だからこれがいかに、まあ、働くかということが、まあ、人間らしさになっていくわけですけど、うんうん、でこれが、まあまあ、どんなところでね一番働いているかというと、例えばもうシンプルに言うと顔の表情、はい、うん、はい、
ね、怒ってる、はい、笑ってる、安心してる、ね、喜怒哀楽とか、ね、うん、全部これはもうこの腹側瞑想神経なんですね。なるほど、はい、なんかそういったこととか、あとはまあ心臓がドキドキするとかね、そういうこととか、まあね、あと呼吸器系なんかも、あのこの腹側瞑想神経の、はい、まあテリトリーというかな、うん、ことになってます、うんうん、はい。でもう一つは社会行動なんですよね。そう、表情とかいうのと連続してると思うんですけど、まあ社会交流、これそうです、コミュニケーションね、これがこの腹側瞑想神経がやってることなんですよね。うん、でも最近現代人苦手な人とか顔の表情がないとか、そうですよね、まあいろいろね、うん、まあ、だからそういうね、自律神経失調症ということをね、考えるときには、まあ、それこそ本当にその人が、その人の表情がどうなのみたいなね、表情が凍りついてるとなると、これはちょっともしかしてっていう話にもなったりするわけですね。そうかもしれないですね、はいはいはい、ということで、まあ、そういういろんなその自律神経からその、まあ、その方のメンタル状態みたいなものをね、ある程度こう考えたりするわけなんですけども、でまあ、こちらちょっと見てもらうと、はい、こう三角形にしてますけど、はい、なぜかというとこの交感神経と背側瞑想神経、腹側瞑想神経、この3つはもう完全にお互いに、関係があって、はい、で結局調整し合うわけですね、はい、調整し合って、まあ、全体で自律神経として、はい、まあね、やってるわけですけど、例えばまあ先ほどのね、交感神経、例えばボーンとストレスかかりました、うん、そしたらまあ逃げるか戦うかっていうね、はい、話になるわけですけども、はいはい、背側瞑想神経の場合はどちらかというと、これね、ストレスがかかるというよりもですね、トラウマなんかね、トラウマなんかがあったり、そこに囚われてしまうと、そう、それで身動き取れなくなったりするんですね。そう、もちろんだから休息とかにも、関係はしますけども、どっちかというとフリーズね、フリーズする、うん、そういう方向に背側瞑想神経というのが動いたりするんですね、はいはい、でこの腹側瞑想神経っていうのは、まあ、社会交流ね、うんうん、それから安全安心というのね、うんうん、こういったイメージがあって、でだからこれをうまく調整する、実はですね、この調整には特にこの腹側瞑想神経がしっかりしていることが大事だということが分かってきてるんですよね。そうなんだ、うん、っていうことはこの腹側瞑想神経がやっぱりちょっとこう弱ってる人が現代人増えてる可能性はありますよね、ということですね、うん、でちょっとここにね、大きく、まあ例を挙げてみると、うん、大きくっていうかね、その交感神経と副交感神経、まあ、2つでこうなってたけれども、これをもうちょっと、ね、背側っていう考えでいくと、交感神経っていうのは例えば何かストレスがあって、はい、例えば、ね、子供たちなんかがね、昔は家でやったわけです。嫌なことがあったら家でしてやるみたいな。これ交感神経の働きなんですよね。あ、そうよね。動いてるしね。うん。はい、うん、まあ、要するに、この野郎ってね、うんうんうん、反抗したりとか、暴れたりとか。っていう感じでね、まあ、出ていくわけですよね。はい、はい。うん、でむしろ最近どうなってきてるか、この背側瞑想神経が、むしろ、はい、だから動いちゃって、引きこもりになる。あ、確かに動かない。そう、人と関わりたくない。これちょっと今時の傾向。いや、さ、確かにそうですね。今家でよりも引きこもりでしょ。いや、絶対そうですよね。あ、いいよ、すごいですね。なんかね、だからね、はい、そういうね、ちょっと方向に今ちょっと来て、ね、あ、そうかも、うん、だからそういうことを調整してるのがこの腹側瞑想神経なんですよね。だからこの腹側瞑想神経がしっかりしないと、うん、はい、まあ、片や家で片や引きこもりというね、うん、ところになってしまうのでバランスよく、やっぱりその真ん中が一番いいですか。そうそうです、はい、だからここをどうしていくかっていうような話なんですよね。でちょっとまあこんなこと なんとなくね、分かりづらいかもしれませんね。もうちょっとね、反応でちょっと例を出すと、うん、はい、例えば事故を起こしました、はい、車で事故をガーンやっちゃいましたと、はい、ね、まあ皆さんちょっとね、いろんな形で動揺するんですけど、この時にその動揺をどういうふうにね、まあ、その受け取るかということで、例えば交感神経なんかがどういう反応をするかというと、もうこの場から逃げてしまおうかとか、ね、逃げる、引きに、うん、もしくはまあパニックで混乱を起こすようなね、そういうのが交感神経ですね。あ、うんうん、で一方背側瞑想神経はその場でもう固まっちゃったり、むしろショックで気を失うとか、そういうことに、それが背側瞑想神経、はい、でそこでうまく冷静な対応をなんとかする、これは腹側瞑想神経、ね、よくわかります、はい、なるほど、そんなイメージですね、わ、はい、かりました。
ということで、まあ、そんなイメージで、そのまあメンタルのね問題なんかもこう説明していくと、まあいいんじゃないかというのがこのポリベーガル理論ですね。じゃあ腹側瞑想神経を、じゃあそう活性化させるにはどうしたらいいですか。はい、だからまあこの、これをじゃあどうしていくっていうことで言うと、腹側っていうのはね、やっぱりこの社会交流というのが本当に非常に重要になってくるんですね、だからそういうね、いろんな形で社会的な交流をして、まあ、いろんな人と交流することによって、まあ、自分がねサポート受けてるとか、それからこの集団の中でいれば安全だとか、ね、そういう安心感だとか、そういったものを得る、ね、そういったまあ、ね、友人とか家族とかそういうコミュニティとか、そういったものでの交流っていうのが実はこの腹側瞑想神経をすごく、まあ、刺激していくわけですね。なので、積極的なそういう社会交流がいいだろうということ、それからまあね、呼吸っていうのは、呼吸っていうのはですね、基本的にはほっといてやってるわけですね、ほっといてやってくれてる、そういうね自律神経がやってることですけども、だから無意識でできるんだけども、呼吸っていうのは実は意識的に動かせる自律神経なんですよね、やっぱり腹式呼吸とかね、そうですからね、その気になったらって息を止められるわけですからね。あ、そうですね、でも心臓ってその気になってもどんなかなか止められないし、なんかヨガのすごい人がね止められるとかいう噂あるんですけど、噂ですね、基本的には心臓なんて、よしって止めれるもんではないわけですけど、でも呼吸はできるんですね、だから呼吸はそういう意味で言うとすごく自律神経をコントロールする一つの手段なんです。なるほど。だから自分の呼吸をコントロール、それはまあ、そう、それはまあ従来から言われてるやつですね。腹式呼吸、ゆっくりとね、やればいいよっていう、そういう話ですよね。だからまあ特に長く息を吐くというのがですね、非常に良いというね、これまあポイントになります。意外と短い息っていうのはね、あまり自律神経的にはね、胸式が短いって言われてるから浅いしね、そうですね、長く吐くと、長く吸うんじゃなくて、長く吸うって難しいんですけどね、いつまでも吸えないんでね吐く方ね、まあそういうことですね。で、あともう一つはそういう、まあ、自律神経的に感覚入力っていうね、言い方をして、まあ、これはですね、例えば柔らかい布でタッチをする、まあ、それ赤ちゃんなんかね、子供なんかそういうのあると思います。あとはまあ常にぬいぐるみをね触ってるみたいな、これも自律神経にはいいですし、その延長っていうわけでもないですけど、まあ、例えばアニマルセラピーとか、まあ、要するにペットを可愛がる的な、これも実はその感覚入力としての、実はすごくその瞑想神経をね刺激していくんですよね。なんかこれいいですよね。なんだっけ、乗馬セラピーとかいうのがありますもんね。あれなんかもそういうことになってくるんでしょうね。きっとね、自律神経をねうまく調整すると。で、まあ、あと軽い運動、これもいいです。まあ、もちろんね、従来ヨガとかね、そういったものもありますけど、そういった運動っていうのも実は、自律神経的には、いいと思います。いいと、それから、瞑想。マインドフルネスね、瞑想はやっぱり、ね、最近よく言いますよね。こういう、まあ、でもマインドフルっていう状態っていうのはね、先の社会交流からね、来る部分もあったりもしますし、まあ、なんていうかな、いろんなその、ね、自分の感情的なところを、ね、落ち着けるというようなね、そういうことで、まあ、瞑想なんかも非常に自律神経の、維持にはいいだと、なるほど、でちなみに他にもありますか。そうですね、だから他にということで言いますとね、やっぱり、まあ、腸の相関という言葉をね何回も今まで言ってきたと思うんですけど、やっぱり腸ですね、腸の状態を良くするというのは非常に自律神経を整えるのには有効だということが分かってます。分かりました。もう腸の中でね、いろんなそういうね、そのセロトニンとかね、いろんな自律神経をね整えるような、特に副交感神経をね優位にするようなホルモンが作られているということは分かってます。なるほど、メディカルサプリメントのリーディングカンパニー MSS 株式会社 MSS の医療機関専用サプリメントは20年にわたり医師を通じて患者の健康を支えてきました。栄養素と食事によるアプローチで体本来の力を引き出すオーソモレキュラー栄養療法、MSS は栄養療法に取り組む医療機関をサポートすることで、これからも健康人口の増加に貢献していきます。栄養の力をもっと医療に、 MSS。
はい、先生、それでは今日のまとめお願いします、はいはい。今日は自律神経ということで、うんうん、はい、まずその、ね、まあ、自律神経を安定させるにはっていうようなね、はい、あのまとめでいいのかなと思うんで、はい、知らないですけども、はい、今日は、まあ、ポリベーガル理論っていうのをね、ご紹介いたしました、はい。で、このポリベーガル理論でいうところの腹側瞑想神経ね、うん、はいはい、これを意識して、はい、あのもらうと、あの非常に自律神経の安定っていうのは、うん、あの測れるということになりますので、はい、分かりました。そのためには、まあね、社会交流、うん、ね、うん、まあ、なかなか社会交流ってね、一言で言うと難しいですけども、まあ、自分のできることをいろいろね、うん、考えてやっていただくということ、ね、やっぱり落ち着いたらね、やっぱりこういうことに戻っていかないといけないですね。そうなんです。実はそのね、あのもうなんていうかな、あのある意味シャットアウトでしたよね、いろんなね。これは社会的交流シャットアウトっていうのはやっぱりある意味その厳しかったですよね、うん、自律神経的には非常によろしくなかったんで、うん、まあ、当然ながらね、そこからいろんな体調不良がね、多くなったということは言えると思います、はいはい。で、まあ、それ以外には、ちょっとご紹介した息を長く吐く、うんうん、ね、腹式呼吸、ね、はい、これをですね、自分で、まあ、あの本当に、うん、これも今この瞬間から皆さんできるわけですから。そうですよ、はい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 、吐いて吐いて吐いて、そうね、なんか私もよくね、あのやるんですけど、その吐いて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 、お腹ぺったんこにして吐き切ってから鼻から吸うみたいなやります。ですね、はい、もうそれをやっていただくとよろしいかと思いますし、はいはい、うん、まあ、あとはあの軽い運動ね、うん、これはまあいろいろと ね、あると思いますから、ね、はいはい。まあ、激しい運動というとね、ちょっとね、逆に交感神経優位になってしまうケースもあるようですから、まあ、そのあたりその人の状態に合わせてやっていただきたいなと。はい、わかりました、はい。それからまあ瞑想なんかがね、うまくできる人はやっていただく、はい。それからまあ感覚入力ね、回りまくりましょう。かわいい、ふわふわしたもの、そうそう、ふわふわ好きって言いますよね、はい、ね、なんかもうふわふわばっかり集めてる人とかありますよね、うんうん、すよ、男子もぬいぐるみを、はい、うん、まあ、だからそういうね、ふわふわっていうのはね、まあ、実際にそのまあ、あの感覚的なことだけじゃなくて、まあね、あの気持ち的にもね、もうちょっと皆さんふわふわでいいんだと思うんですね。いいね、ふわふわな感じで、ふわな感じで、はい、瞑想して、それからまあ最後にちょっと言いました、まあ腸はね、やっぱりここでも出てきてしまいました。腸、はい、ね、は大事です、はい、やっぱり腸の状態が悪いと、うん、なかなか自律神経の問題っていうのはね、はい、解決しないので、そこはうまいことちょっとまあね、あのまあ今までもお話ししてきた腸活、はい、ね、やってみてください、はい。じゃあまた皆さん次も楽しみにしてください、ね、そんなことで、はい、皆さんですから、まあ、もう今日のあのポイント、ふわふわ